関天培うは中国新末の武将。字は中よ豪は修る保。主豪は中節。清新朝の民族的な英雄として高く評価されている。チャンス昭和安婦三要件に生まれた。若い頃は一兵卒から立身し、長じ手は同行年間の成長において重きを成した。中介発州などを残した。江南帝徳。 十一品関東水死帝徳を歴任。人望が厚く、身分を超えて慕われたという。その生き様は、後の総国藩らにも影響を与えた。林即女によるアヘン禁止が敷かれた際は、これに協力し、顧問でアヘン処分を勧告イギリスとの主戦論をいち早く支持した。アヘン戦争勃発後、高記念館に築かれていた顧問要塞を拡充、整備。 関東防備と強化を唱え、イギリス艦隊を迎え撃つ。同行21年2月6日、チャールズ・エリオット率いるイギリス軍の精鋭部隊と交戦。顧問の戦いでは、凄まじい攻防の中自らも顧問要塞で奮戦し、最後は攻めかかる敵軍の一体をおびき寄せ、諸とも玉砕したと伝えられている。その戦いぶりに感銘を受けた、敵軍イギリス艦隊は重宝を鳴らし、 その死を悼んだ。ワイアンには石踏みがあり、林即女は賞を送ったという。中国映画、アヘン戦争では、林即女の最大の理解者として描かれ、また出陣の際は、自らの葉を抜しして、残すように、と伝えた場面が登場している。ありがとうございます。